皆さん、ご視聴ありがとうございます。これより東京財団政策研究所オンライン BBL セミナーを始めさせていただきます。進行は私、東建政策研究所政策アドバイザーの西川が務めさせていただきます。本日のテーマは、新型感染症 COVID-19 インパクトで進化するフィンテックビジネスということにさせていただいております。講師は野村総合研究所金融イノベーション研究上級研究員であられる柏木良二様にお願いしております。新型感染症のインパクトが加わり、すでに進展が見られていましたフィンテックを活用したビジネスや産業がさらに加速的にどう変わっていくのかなど、いろいろと話を伺いできれば幸いでございます。大変期待しております。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介にあずかりました野村総合研究所の柏木でもございます。本日は新型コロナウイルス COVID-19 がフィンテックをどう進化させるかといった観点でお話をさせていただきたいと思っております。資料の方画面に映っているかと思います。だいたい30分ぐらいこちらの資料をもとにご説明した上で、残りのお時間 Q&A で、いろんなことがお話しできればなと思っております。で、早速中身の方なんですが、今日3つ主にお話しさせていただきたいと思っております。1つ目がまず新型コロナウイルス COVID-19 以前はフィンテック、特に日本ではどんな状況だったかというのを簡単に整理したいと思っています。で、2点目が今年の2月3月ぐらいから急速に感染爆発が起きた COVID-19 で何が変わったのか、もしくはその時の状況がどういう形だったのかというのを簡単に整理したいと思います。で、最後にこういったアブノーマルとあえて書いてますけれども、これが今のフィンテックのいろんな課題だったものをもしかしたら解決させるような力になっていっているんじゃないかということで、最終的には金融がもともと目指していたニューノーマルにどのぐらいインパクトを与えたのかということをご説明できればなと思っております。でも早速最初のアジェンダですけれども、まず状況の整理ですけれども、これ私の整理ではありますけれども、フィンテックの主戦場というのは大きく3つあると考えています。1つが決済、2つ目が予診、3つ目がチャンネルです。決済も皆さん日々体感されていくことかと思いますけれども、とにかくキャッシュレスというのが急速に普及しているかどうかはまた別の問題ですけれども、キャッシュレスということが急速に言われるようになりました。で、2点目ですけれども予診、一言で言えば、融資、お金を貸すということに新しいスタイルが生まれてきています。で、中国が特に有名でしたけれども、個人の信用スコア、この人はどれぐらいの、信頼ができるのか、金融的な、能力があるのかといったことの利用の関心が高まったのが一つ。で、もう一つがクラウド会計、日本ですとフリーですとかマネーフォワードなのかが有名ですけれども、こういったデジタルの会計データ、クラウド上にある会計データを用いて融資を行うトランザクションレンディングみたいなものが成長してきました。で、3点目がチャネルです。今、支店の数を減らすとかいった議論がありますけれども、やっぱりデジタルでいろんなことが行えていく中で、チャネルというのはどうあるべきかというのが大きな課題になっています。で、一つが物理的なチャネルをどうするんだっていう議論。もう一つが、新しいいろんな機能を API を使った形で提供していく。特にスマートフォンというのが新しいチャネルとして大々的に注目されましたけれども、スマートフォンのアプリの中で自分の例えば銀行さんが出しているアプリだけを使うんではなくて、そのアプリの中からいろんな決済機能ですとか、もしくは資産運用の機能みたいなものを他の企業やサービスと連携する、そういったような形の API 利用というのが増えてきているというのが今までの状況でした。以下今申し上げたことを簡単にご説明していきたいと思います。で、これキャッシュレス企画の乱立と書いてます。この絵は、あえて一番見にくい絵を探して、ここに載っけてますけれども、とにかく乱立してます。ものすごい数の、事業者が参入していますけれども、これやっぱり利用者にとっては相当便利はあまり良くない。
ということで、まあ政府も主導で、なんとか利便性をもっと高めるべきじゃないかということで、JPQR という統一規格というのを今、国も推進しようとしてまして、ちょっと、まあ事業者によっていろいろ温度差ありますけれども、まあ、しぶしぶ、これに乗っかるところも増えてきたというのが現状です。ちょうど先週の22日からかな、対応が始まりましたけれども、こういった企画が動いていると。で、二つ目、予診ですけれども、個人信用スコア。これはまあ、ネット上での活動ですとか、もしくは銀行口座の情報、いろんなものを組み合わせて、この人たち、この人はどれぐらい、金融的に余力があるのか、もしくは信用できるのかというのをスコアリングするようなサービスですけれども、ここには LINE ポケットマネーという LINE さんのサービスを紹介しておりますけれども、実は LINE も LINE スコアという個人信用スコアサービスを始めてまして、登録者数500万人を超えているそうです。LINE の今の、アプリのインストールベースがだいたい8000万から8400万ぐらいだと、言われてます。大体全人口の6割強となってますけれども、そのうちの500万人ぐらいが、このスコア、信用スコアサービスに登録していると。で、LINE ポケットマネー、これは超短期間の、少額の融資サービスですけれども、これの申し込みも20万件程度になっているというふうに言われております。で、もう一つ、こちらどっちかといえば 2B の話ではありますけれども、デジタルデータをもとに信用状況を判断して融資を行うトランザクションレンディング。こちらの方もいろんな事業者の参入があります。残念ながら、退出したマネフォワードさんは一旦サービス開始したんですけれども、やめたようなサービスもありますが、これもいろいろと進んできている。特に、ごめんなさい。特に特徴的なものは、まあ、予診金額としてはあまり高いサービスを高い予診枠を設定するわけではなくて、比較的、小さい枠、それも短期間の枠で、ある意味運転資金の資金繰りをサポートするような予診ビジネスというのが効率的に行っていくというようなサービスになってきたというふうに考えています。で、3点目のチャンネルです。金融機関の店舗の価値ですけれども、こちらは全銀協さんが定期的に行っているアンケートで、どの銀行のサービスを選ぶときにどういった項目を重視していますかというアンケート結果を時系列に並べたものです。下の方に年度数書いてありますけれども、2006年から2018年までの変化を追っていくと、一番高い理由、ATM が多く身近な場所にある。これが一番上ですけれども、その下、2006年時点では2番目の選択理由だった店舗が多く身近な場所にある。この重要度が急落しております。他の項目に比べてもかなり落ち込みが大きいんではないかというふうに考えられます。実際、ここはメガさん参考の、結構最近出た中継などの、報道をもとにまとめてますけれども、やはり支店数を相当程度削減する、もしくは単なる事務処理ですとか窓口機能といった支店は減らしていって、より高付加価値なサービスに支店機能をシフトさせていく、そういったような動きが加速していっております。で、チャンネルのもう一つ2点目ですけれども、オープン API、こちらの方は2018年に改正された銀行法で、加速、オープン API の開放努力を課すという、まあ、ちょっと、歯切れの悪い法律がありましたけれども、ただまあ皆さん結構真面目に取り組んでいまして、ここではみずほさんの API 連携の取り組み事例というのを出してます。これ2018年6月ですから、もうすでに2年ぐらい前なんですけれども、まあ、いろんなベンチャーさんであったり、それ以外の、もともと金融領域でのプレイをしていたプレイヤーの方も いますけれども、いろんな API をつなげることで、もともとの金融機関の機能を補完する、もしくは、よりテクノロジー、もしくはデジタルチャンネルの方にシフトしていくような動きを加速させていくといったようなことが実際に起きているというふうになっています。ということで、今までが、まあ大体 COVID-19 が流行する前の傾向だったんですけれども、ただしそれぞれ当然課題もまだありまして、
3つの領域で言いますと、1つ決済というと、どうしても手数料が高いと。で、もう1つ、企業の資金繰りがちょっとやっぱり長期化してしまったんじゃないか。キャッシュレスのサービスはすぐに現金が手元に入るわけではなくて、必ず何らかの、キャッシュレス企業の中を通っていくので、ここがちょっと課題じゃないか。あと、余震に関して見ますと、新たな余震制度の認知度はまだまだ高くはありません。先ほど、LINE さんの LINE スコアありましたけれども、まだ500万人。全体の LINE さんの利用者数から見れば、まだ1割にも達してないと。あと、余震の根拠となるデジタルデータ、こちらの方もやっぱまだまだ、充実したとは言い難い。で、最後、3点目、チャンネルに関して言いましても、オープン API、可能性は確かにいろんなところがあるんでしょうけども、コストですとか、ビジネスモデルがどうなるのかってところで、本格的な活用に踏み切れない金融機関さんとかもまだまだ多いというふうに聞いております。まあ、ちょっとだけ課題について説明しますと、こちらは公正取引委員会さんが4月に出されたレポートから引っ張ってきたものですけれども、キャッシュレスの事業者が、いわゆる全銀システムですとか、もしくはキャフィスと言われるキャッシュカードとかデビットカードみたいな決済を処理する仕組み、あとは銀行の口座間の振替手数料、こういったものがやはり高止まりしているのが、キャッシュレスの普及、もしくは利便性を損ねているんじゃないかということで、これ政府も問題視したような経緯があります。2点目、事業者負担でいうと支払いサイト、やっぱり長期化してしまってるんじゃないか。特に今回キャッシュレスは零細企業ですとか、もしくは小規模な飲食店等にかなり普及が進んだと思いますけれども、それまで現金で商いをしていた人たちにしてみれば、手元に入ってくる現金、まあ、資金回転率がやっぱり悪くなってしまっている。2割ぐらいの事業者さんはやっぱりキャッシュレスになると、手元資金にやっぱり困るケースが増えたというような回答もされています。で、余震です。こちらはトランザクションレンディングなんですけれども、これは、アンケートの結果ですけれども、特に右側の方の認知度、紫色で示してますけれども、やはりまだまだ認知はされていない。市場規模、左側の方にもありますけれども、まだまだ余震の全体のマーケットと占めると、相当程度ちっちゃいところに過ぎないと。で、チャンネルです。こちらも、公正取引委員会が指摘した問題ではありますけれども、API の活用に関して、やっぱり金融機関の方に圧倒的に権力というかパワーが集中してまして、新興の事業者、フィンテックベンチャーですとかスタートアップみたいなところが、お願いベースでやるしかないというのは、やはり問題なのではないかといったような点が指摘されております。で、これが今までの COVID-19 以前の状況ですけれども、じゃあ COVID-19 がどんな変化というか、ここではアブノーマルと言ってます。私、まだニューノーマルの段階には達してないと思ってますので、アブノーマルと言ってますけれども、何が起きたかというのを簡単に整理したいと思います。この辺はもう皆さんニュース等々日々ご存知のことだと思うので、簡単にいきますけれども、COVID-19、これを起こす SARS-CoV-2 というウイルスですけれども、いろんな、他のインフルエンザと違う特徴があります。で、下の方に大きくまとめてますけれども、潜伏期間が長かったり、無症状でも感染力を持つといったステルスみたいな、性能というか、そういった性格を持っているウイルスです。非常に厄介です。サービス産業、特に対面を必要とするような産業ですとか、あと移動を伴う産業に対して非常にダメージを与えたというのが、この COVID-19 の特徴です。で、ここに5点並べてますけれども、とにかく対人接触、移動をするサービス業ですとか観光運輸、特に飲食もそうですけれども、これも瀕死状態です。で、個人企業の資金繰りが一瞬で、急速に悪化しました。まず売上がほぼゼロになったという事業者さんが出てみたり、いきなりもうすでに休業になったりといったようなものも出てきました。で、さらに感染拡大期、通常ですと景気の落ち込みには需要を刺激することで、その落ち込んだ経済を立て直すことを目的とした経済対策を打たれますけれども、それをやると今度は人の動きが活発になってしまうことで、感染が拡大してしまうということで、普段やれる打ち手が打てなかった。
で、あと現場業務、ここではエッセンシャルワーカーと書いていますけれども、その場にいてサービスをしないといけない人たちというものの重要性が激増しました。特にまあ日本だと医療崩壊というものがかなり深刻なレベルまで進んだと言われてますけれども、それ以外にも例えば介護の現場もそうですし、あとは物流、ネットでのオンラインショッピングなどが増えたこともありまして、物流機能をきちんと維持できるのかということもかなり問題になったりしました。で、テレワーク、リモートワーク、在宅勤務の必要性、こちらも一気に認識されるというふうになりました。ただしこれも、つい昨日だったかな、NHK のアンケートで、緊急事態宣言が終われば、やっぱり通常通りの、通勤に戻すというような企業さんも多いというふうに言われておりますので、まだまだここもどうなるかわかりません。以下何枚かは、先ほど申し上げたようなデータが、出ております。まあ、時間のある時にでもご覧いただければと思います。で、ちょっと、ページ番号で言うと23ページ、今画面に出ているところですけれども、テレワーク、リモートワークですけれども、私の会社は比較的テレワークは、導入する気満々でして、特に今年あるはずだったオリンピックに合わせて、もうオリンピック開催期間中は基本会社に来るんじゃないというような形でテレワーク基盤整備してたので、比較的スムーズに移行はできたんですけども、まあそうじゃない企業さんの方がおそらくはるかに多いだろうと。あと、まあ金融機関さんで言えば、それまで当然のこととして行っていた対面営業ですね。お客様とフェイストゥフェイスで顔をつき合わせていろんな相談に、お答えするといったようなサービスが基本できなくなった。これをどうしていくかというのは多分大きな課題として、これから先顕在化していくんだろうと考えています。で、テレワーク、ここでは書いてませんけど、もう一点、おそらくこの先重くのしかかってくるのが人材育成です。今、それまでは、まあ、先輩の背中を見るなり、もしくは現場で OJT を中心にして、いろんな人材の能力、開発をしてきたかと思うんですけれども、果たしてテレワークになった時にそういった OJT 型の人材育成ができるのかと。ここはかなりこれから先問題になってくるだろうと考えています。で、日本の課題ですけれども、まあこれ金融に限らず挙げてますけれども3つです。危機に対応できる体制リソースが圧倒的に不足していた。まあ30年間デフレ経済を続けてきちゃいまして、もうギリギリのところで回すというのが常態化してしまったことが裏面出たといえばそれまでですけれども、今後コロナウイルス、今回の COVID-19 が収束するかどうかというのも問題です。第2波が来た時にどう対応するのかという問題ですし、いずれまた来るであろう新型インフルエンザに対する対応にもどうやっていくのか。特に金融機関ですと BCP、ビジネスコンティニティプランを考える上で、やっぱりウイルスに対する対応をきちんと対策として考えていくことはどうすればいいのかというのは課題だろうと。で、2点目です。対面や書面が必要なアナログな事務手続き。まあ、10万金の特定定額給付金の騒動もまさにそうですけれども、今皆様、特に融資の担当されている皆様はそうでしょうけれども、持続化給付金ですとか、そういったものの手続きですとか、もしくは政策金融公庫ですとか、政府系の金融機関から委託されている、融資の借り換えの相談ですとか、そういうところにやはり大量の紙というか、アナログな手続きが残っている。これをどうするのかというのは課題だろうと考えています。で、最後3点目、公的なデジタル基盤が整備されていなかった。もう代表的にはマイナンバーカード。こちらの方が、やっぱり使い物になっていなかった。で、ようやくですけれども、印鑑が、書面的には必要がないという政府見解が、幸い6月の19日かな、に出されましたけれども、それまでやはり印鑑というもの、もしくは紙の申し込み書、伝票というものが、やはり大量残っていたというのも問題だっただろうというふうに考えています。で、この先も何ページかは今申し上げたようなことがデータとしてお示ししてますので、後でお時間の時にご覧ください。で、今日の最後3点目です。じゃあ今まで見てきたフィンテックの COVID 以前までの状況と COVID で明らかに露呈した課題ですとか、そのための、動きといったものがどういう影響を持っているのかというのを簡単に考えていきたいと思います。で、こちらの方もまず、一番最初に申し上げたところの
再計です。それぞれ決済を新チャンネル課題がありました。キャッシュレス、まあ、決済に関して言えばですけれども、COVID-19 以下でもキャッシュレス自体は拡大基調は続きました。消費自体は若干落ち込んではいるんですけれども、キャッシュレスの利用自体は、そこまで落ち込んでないということが言えるかと思います。で、課題だった手数料が高い、こちらの方は手数料引き下げに政府が本腰を入れ始めたんじゃないかと見ております。で、企業の資金繰りの長期化、こちらの方も実は手数料が下がることで問題を解決する可能性が出てきちゃうんじゃないかなというのが課題、決算に対する一つの私の考えです。で、余震に関してですけれども、まあ、本人確認、こちらの方にハードルがあったんですけれども、マイナンバーカード、まあ、多分普及するんでしょう、もう少し。ただ、それ以外のデジタル ID を活用するような動きも徐々に出てくるかもしれません。で、こちらの方も含めて、実は、本人確認に関しては新しいインフラもしくは新しい動きが出てくるのではないかと考えています。で、余震の2点目です。余震の根拠となるデジタルデータが不足していたというふうに考えてましたけれども、クラウド会計のメリットがかなり特に中小企業ですとか個人事業主に認知されてきたんじゃないかと今回の、動きで考えられます。あと、まあ、個人信用スコアの利用拡大、こちらの方も短期の資金繰りに困ったような個人の方を中心に、もし安い予診コスト、素早い審査が受けられるのであれば普及するのではないかと考えられます。で、最後、チャンネルですけれども、Open API に関しては、やはりテレワーク、特にデジタル、対面で何か活動が行えない、とにかくデジタルに移行しなければいけないというので、かなり、結果論ではありますけれども、デジタルチャンネルへのシフトというのを進めていかざるを得ない、DX、デジタルトランスフォーメーションを進めていかざるを得ないという意識が高まっているかと思います。まず最初、決済のところですけれども、これはもう右側の方の PayPay さんの利用者の伸び見ていただければわかるんですけれども、我々業界の人間、ウォッチしている中で一番気にしているのが、利用者の伸び方が線形、いわゆる毎月大体一定程度伸びるのか、それとも最近の COVID-19 で有名になりましたけど、指数関数的に伸びるのか、売買ゲームで増えていくのかというのは、我々新規のサービス見るとき常に気にするんですけれども、PayPayさん、明らかに売買ゲームで増える期間を経験しております。こういったサービスがこれからもっと利用者を増やしていくというのは、これは多分動かしにくい影響になるのではないかと思います。で、もう一つ、あまり予期してなかったんですけれども、COVID-19 の影響で感染リスクを下げるために、例えばレジで待つの時間をなるべく短縮したい、もしくは現金、誰が触ったかわからない現金でのやり取りをなるべく減らしたいというような形で、思わぬ形でキャッシュレスのニーズが高まったりもしています。で、政府が手数料の引き下げに本腰を入れ始めたというので、まずきっかけは先ほど申し上げた4月に出た公正取引委員会さんの、報告書です。で、これを受けて、6月16日、未来投資会議、官邸主催の未来投資会議で、いわゆる全銀システムの改革と、もう一つ、銀行間手数料の引き下げというのを明確に、麻生太郎金融担当大臣に指示が出たということで、実際、金融業界としても動きが出てきてます。まず、未来投資会議以前にですけれども、キャフィスを提供されている NTT データさんが、まず手数料の引き下げを発表しました。で、5月の22日ですけれども、全銀ネットの、運営主体である、全銀システムさんの方ですけれども、こちらの方も、次世代の全銀システムに対する検討を開始すると。で、さらに、全銀協の会長さんも、コメントとして、手数料の引き下げは、十分議論するというふうなことで、実は、あまり動かないだろうなと個人的には思っていたものが今回、COVID-19 がきっかけではないかもしれませんけど、動き出したということで、この動きはかなり象徴的なものかもしれません。で、2点目、余震のところですけれども、こちらはクラウド会計です。資金繰り支援、先ほど申し上げたように、今回の COVID-19 は売上がいきなり消滅するといったような極端な影響が出てきたので、政府も
持続化給付金ですとか、政府系金融機関による融資の支援等々いろんな経済対策を打ってます。ただどうしても申し込みには手間もかかりますし、ある程度ノウハウですとか事務手続きも必要だと。そういった時にフリーさんですとかマネーフォワードみたいなところが、元々のまあ利用しているユーザーさん向けのサービスではありますけれども、かなり手厚いサポート、デジタルで申請書類が揃えられる、もしくはどれぐらいの、助成金がもらえるかのシミュレーションが行えるといったようなサービスを提供していました。これはかなり利用者からも評判がいいというふうに伺っています。で、テレワークの進展で業務のデジタル化が加速しましたということで、これも先ほど申し上げましたけれども、契約書に押印は必ずしも必要でないという見解が示されましたので、今後事務手続きを見直す動きがより加速していくのではないかと考えられます。というような形で見ますと、こちら下の方、ちょっと文字が小さいところもありますが、これ私が2016年かなにフィンテックという本を書いたときにもともと書いてた表なんですけれども、フィンテックはまあ段階的に進化していくだろうというふうに考えてました。で、最初フィンテック 1.0 って書いてるのは、いわゆる IT による効率化の部分で、こちらどちらかといえば金融機関さんとか我々みたいな SI ベンダーみたいなのが主体だというふうに考えてましたが、 2.0 ってところでスタートアップさんがいろいろ出てきて、新しい金融のビジネス提供を始めたと。まあ、特に、アンバンドリングなんて言い方をしてましたけれども、そういったことが起きた。で、ようやっと 3.0、いわゆる API を使って既存の金融サービスを進化させていくステップに入りそうかなと思ってたぐらいでした、今年あたりが。ところが今回の COVID-19 を受けて、もう一気に 3.0 の動きは当然のこととして、次の 4.0 を目指す動きが出てきたんではないかと。私が考えたより、もしかしたら1年とか2年、時計の針は先に進んだではないかということが、ちょっと見ていて思いました。で、今後の金融のニューノーマルということで、こんなことにいずれなるんだろうと、皆さんなるんだろうとは思ってたんでしょうけども、もうこれは取り組んでいかなきゃいけない、もしくは早めにもうロードマップ書いて実現させなきゃいけないというなったというふうに考えています。もうキャッシュレスが前提になる。二つ目はアナログな事務手続き、もう紙、印鑑、郵送、そういったものはもうやめた方がいいということに多分なるでしょうと。で、クラウド会計、クラウド家計みたいなデータを元にした融資、予診というのも、とにかくもうやるかやらないかという話になってきたんではないかと思います。で、あとデジタルチャンネルファースト、今までやっぱり支店をどういう機能として位置づけた上で、それの補完、もしくは代替としてのデジタルチャンネルということになっていたかと思いますけれども、こちらももうデジタルチャンネルがまずファーストであって、店舗はその後何をするのかっていうのを議論するという順番が変わってしまったと考えております。で、あと API に関してですけれども、こちらは今までは金融機関は開放する側。で、スタートアップですとか別の企業が利用する側という構図が多かったんでしょうけれども、これから先おそらく金融機関側も他社の API を利用していく、双方向で利用していくようにおそらく変わっていかざるを得ないんだろうというふうに考えています。で、最後ですけれども、他産業でも金融機関を持つ企業というのがどんどん増えてくるんじゃないか。まあ、当然ながら今までソニーさんが銀行を持ったり、最近ですとローソンさんが銀行を始めたりしてますけれども、もっと違った形の企業が金融機能を組み込んでいくんじゃないかと考えております。で、もう PayPay さんを例にここでは挙げてますけれども、もうある意味統一されたプラットフォーム上でいろんな金融機能を提供していくという戦略を明確に打ち出されています。で、もう一つ Uber ですけれども、こちらの方も基本的には配車サービスだと思っていたものが、今やもうデビットカードもクレジットカードも発行しておりますし、ある意味電子マネーとなるような、Uber Wallet というサービスも始まってまして、Uber Money というものがその上で流通しております。で、これは Uber のポイントとも連動しておりまして、実は Uber のドライバーの給与の支払いから、Uber の利用者へのポイント還元サービスといったようなものがトータルでも提供されるような、ある意味、決済ですとかそういったもののプラットフォームとして機能するようになってきております。こういった形で自分たちで金融機関を持つというのもそれまでの選択肢としてはあったんでしょうけれども、これからは金融機関の機能を API で取り込むことで、新しいビジネス
を展開して企業がより増えていくだろうというふうに考えています。すみません、ちょっと途中は駆け足でしたけれども、私の方の発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。橋上先生、どうもありがとうございました。大変短い時間の間にですね、COVID-19 のインパクトのと、アブノーマルからニューノーマルに、どんな動きができて生じているのか、大変見通しの良い長官図を与えていただきありがとうございました。これ、お勧めいただきましたような、そういう新しい金融の再編というんですかね、金融ビジネスが進展というのがあるんですけれども、逆にこういったフィンテックがですね、進むことによって、産業全体にどんなインパクトがあるのか、企業や産業ですね、あるいは働き方改革といったようにどういう、まあ、いわゆる経済学で言えば外部経済的なですね、インパクトとしてどんなものがあるか、ちょっとお話ししていただけるとありがとうございます。はい。まあ、いろんな効果はおそらくあるんだろうと思います。で、まあ、一つ挙げるとすれば、まず資金調達先が多様化していくんだろうと、まあ、先ほどの LINE ポケットマネーみたいなところもそうですけれども、それまではある意味カードローンですとかそういったところしか、融資先がなかったところが別のプレイヤー、別の予信をしてくれる人たちが増えていく。で、これはビジネスの世界でも同じでして、クラウドファンディングですとかトランザクションレンディング、ちょっと若干危ないかしい面もありますけれども、ファクタリングといったような請求書を現金化してくれるようなサービスもありますので、こういった少額もしくは短期間だけども効率的な予診というのが増えていくことで、特に零細ですとか個人事業主といったような人たちがアイデアをまあ実現化するための道筋が非常に広くなるんじゃないかというのが一つ考えられます。で、二つ目がウーバーのケース、ここでもまだ画面出てますけど参照していただきたいですけれども、自分のビジネスに金融機能の一部を足すことで新しいサービス、ビジネスモデルができてしまうんじゃないかというのが考えられます。簡単に一つの事例として考えれば、サブスクリプションサービスと言われるものがあります。月額いくらでサービス利用し放題というのがありますけれども、こちらの方は今現在ですと例えばクレジットカードの振り替えですとか、そういった形でしか行えてないケースがありますけれども、これをもっと自社で提供できるサービスとして組み込むことができるんであれば、よりサブスクリプションと言いながらダイナミックプライシングみたいなことができるかもしれませんし、その人の利用状況に合わせた、新しいサービスが組み込めるかもしれないというようなことも考えられると。で、最後3点目で、これが本当の外部性だと思うんですけども、金融業界で今まで閉じてたデータ、もう決済もそうですし、例えば口座の入出金データもそうでしょうけども、このデータがデジタルとして世の中に流通して回る、これが多分最もインパクトがある外部性、外部効果だと思います。で、当然ながら今までいろんなデータ、重要なデータっていうのはあったかもしれませんけれども、やっぱ決済のデータですとか、その人の今の金融資産のデータ、まあ匿名化とかプライバシーの問題等々は当然ありますけれども、そういった今までなかったデータが一気にマーケットに流通するというのは相当大きなインパクトを持つんじゃないかと思っています。はい。どうもありがとうございました。ご説明伺っているのは、そういう小規模短期間の資金調達なんかが、個人のそのインディペンデントなビジネス、いろいろ影響を与えると言われると見やすいんですけど、やっぱり本当のところは、そのビッグデータの背後にあるというものが、産業とか、それは経済、そういう大きな影響を与える方法が、むしろディープインパクトなのかもしれません。そうですね、そこは多分、まあ、出てみないとわからないところはあるんですけども、相当、出てくれば相当大きなインパクトになるかと思ってます。途中で政策対応のことを指摘で、はい、特にデジタル基盤が脆弱だとか、そういうことをご指摘もあったんですけれども、とりあえず、競争政策ですね、はい、観点から見ると、その全銀ネットなんかの手数料の引き下げを政府が要請するみたいな考え方っていうのは、割合とこの COVID-19 がなければ進まなかったようなバットかと思うんですけれども、そういった政策上のここがコアにな、本当のアイロンになってるみたいな課題みたいなのがあれば、ご紹介いただければと思います。はい、
個人的な見方ですけれども、金融庁さんの、2016年ぐらいからですか、フィンテックへの政策対応ってかなり世界的に見ても、素早かったというふうに思ってます。アメリカみたいにやったもん勝ちでその後ルール作るっていうのはちょっと日本の法体系と馴染まない動きでしたので、日本はどちらかといえばきちんと枠組みを作りながら進めていく。で、そういう意味ではかなり素早く枠組みを作られたんだと思ってますが、ただ、一つ日本はこれベンチャー資本との関わりでもあるんですけれども、やっぱりフィンテックベンチャーですとか、フィンテックビジネスに対する投資額が中国とかと比べても相当程度少ないというのが一つの課題かと思っています。やっぱり金融はある意味、お金を扱うところですので、資本の厚みというのが要求されるビジネスであるとすれば、もう少しそこに資金が流れる仕組みがないといけないんじゃないかと。で、その意味で言うと、一つの大きなボトルネックはやっぱり銀行法の規制が厳しすぎる。要するに銀行さんは、今は若干緩和はされたとはいえ、やはり楽天さんは銀行持てるけど、銀行さんは楽天持てないというのが象徴的な話ですけれども、銀行みたいな大規模な資本を動かせるところが、もう少し新技術ですとか、新しいプラットフォームに投資できるような道筋を、法律で手当てするのかどうかはまた議論があるかもしれませんけど、そういったことをやっていくようなことが、やっぱ必要なのではないかなと。思ってます。なので、具体的にどうなるか分かりませんけれども、みずほさんとかが、いわゆる自分たちの子会社、グループ会社にベンチャーキャピタルですか、もしくは、共同でオープンイノベーションを進める会社などを作って、そこでいろんな、実証実験ですとか、新しいビジネスの取り組みなどやってますけれども、本来であれば本体でもそういう取り組みができるような、仕組み、もしくはやり方があればいいかなというふうには考えています。はい。銀行もちろん、新しい金融サービスにベンチャービジネスが、大事かなと思うんですけど、同時に今あるそのバンキングのサービスの、特に日本で最も確立した金融サービスであるその銀行を本体からですね、が変容していくということも、促していくことが多分大事だと思います、ね。はい。そうですね。特にこの国会にも出てますけども、資金決済法の改正案が出されまして、今までの資金決済法は、それまで銀行にしか認められてなかった決済業務を他の事業種にも認めるってある意味規制緩和でしたけれども、今回さらにもう一歩踏み込んで、それまで上限100万円しか扱えなかった資金決済事業者にある意味リスクに応じて3段階に分けて資金決済事業者というのを規定したという意味で、上限一番上の事業者はある意味青天井の決済もできるような仕組みになってますので、そういう意味ではかなり金融庁さんもリスクですとかその時代のニーズに応じた法改正とか規制緩和はやられてるんですが、なぜか銀行さん側の規制の緩和っていうのは実はあまりなくて、どちらかといえば対応を求めることが多いんですけども、先ほどのオープン API もそうですし、は多いんですけども、銀行さんの自由に動ける余地をもう少し増やすような動きがあってもいいのかなという気はしますね。ありがとうございました。ここまで割れて明るい話だったんですが、最終、足元の事件としてですね、欧州でオンライン決済をというのワイヤーカードの不正による破綻の第一報という事件が起きていますが、これまでの金融業の監督ではですね、手が届かない、どうやって、ちゃんと秩序あるですね、まさに金融サービスの根幹を維持できるのかっていうのは、監督や監査とかいったことについてですね、何かご提案がありまして。はい、日本でも昔それこそFX 外貨取引が、あれ外為法が改正されたのが確か98年ですけど、それから10年近くは確か放置されてまして、昔ガソリンスタンドがFX ビジネスをやってたっていう笑い話があるんですけれども、それに比べると例えば仮想通貨取引みたいなものは金融庁さんはいやいやだったかもしれませんけれども、比較的早めに法整備を進めまして、監督
の体制も固めたというような経緯がありますので、まあ、それでもグレーゾーンのビジネスというのは必ず出てきますので、それに対する対策というのは、取っていくことになるんだろうと思うんですが、ただ、最近はですね、その金融庁さん自体が、その法律のグレーゾーンに関して、比較的素早く事業を実際スタートさせる前に金融庁としてはこう考えますというのを表明する仕組みを持ってます。一つがフィンテックサポートデスクと言われるところで、自分たちのビジネスプランをそのサポートデスクに連絡すれば既存法に引っかかるのかどうか、もしくは既存法だとどう解釈されるのかというのを比較的早いタイミングで回答がいただけるというような仕組みもありますし、より具体的に実際にユーザーに使ってみてもらってどういう反応があるのか、もしくはニーズを適切に捉えているのかというような実験したいというのであれば、レギュラトリーサンドボックスという形で、フィンテック実証実験ハブという名前で呼ばれてますけれども、そういったところで実際に試すような仕組みも用意されているということで、そういった意味では、いきなり全く未知のビジネスが現れて、金融庁さんの監督の規制の網もすり抜けてっていうのは、日本に関して言えばあんまり起きにくいのではないかというふうには考えます。ただ、海外で大きくなったサービスで、日本ではおそらくこれグレーゾーンになるものがいきなり日本に入ってくるようなケースはちょっと難しい対応になるかもしれませんけれども、国内のフィンテックに関して言えば、比較的金融庁さんの対応は、まあ、ある意味、いけてるのではないかなと、個人的には思っています。はい。どうもありがとうございます。そういう意味では金融サービスそのものの、レギュレーション、サービスが、はい、まあ割合とグローバルの水準に立っている、到達しているという認識でよろしいんですか、ね、そうですね。特に仮想通貨、今ではと暗号資産という言い方がメインですけれども、あの辺の多分規制の枠組みは世界でトップレベルというか、多分テンプレートになりうるレベルだとは思います。ただ先ほど申し上げたように銀行法とか他の業法の方はちょっとまだ新規参入をそこまで想定してない法律がまだ一部残ってますので古い体質のものは意外と変えられてない。そうですね。そこをどうするか参入者側だけを今ある程度フォーカスした法改正が多いんですけれども既存の方々に対して新規参入とどうやって競争環境を意味でのトランスフォーメーション、はい、競争を維持したい、はい、ありがとうございます。途中にもありましたそのデジタル基盤の方のですね、はい、言葉があるんですけどお粗末さって言うんですか実は私も公務に内閣に行った時はマイナンバー制度なんかもやっててまあやらないといけないんだよなでもなかなかみんな金融機関に番号を出してくれないよなとか言ってなんかぼやいていただけだったのかもしれませんがちょっと反省してるんですけれどもいろいろまさにですね、今回の、まあインパクトのもとでアブノルマが今生じてしまっているわけですがそのより生産性の高い国民の構成のレベルの高いニューノーマルにですね、スティーブの導入金融サービスの点から今日は大変、よく分かりやすいお話をしていただきどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。